バブルガール。元気とユーモアのない社会に未来はないと私は思っている。ちょ、嫌だ、やめてくれ。一体どんな、まったく大きな声出るじゃないか。緑谷出久です。オールマイトをバカにしているのか。その顔は何だ。何のつもりだ。私をオールマイトの元サイドキックと知っての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。貴様試したのか。あの事件の肝は中学生の家庭環境。なるほど。今よりも強くなるため私の元でインターンがしたい。お好きがないからな。貴様がここで働くメリットは承知した。だが私が貴様を雇用するメリットは3分。3分以内に私から印鑑を取ってみる。ユーモアではセンスのかけらもない貴様にチャンスをやろうというのだ。どうだ、私は優しいだろう。長考する余裕があるのかね。それとも疲れたか、策がないか。そろそろはっきり言おうか。私は貴様を認められん。条件が満たされた以上、1秒後でも1分後でも1時間後でも貴様がどこで何をしているか私には見えている。まさか事務所内にあるオールマイトたちを全て避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。いや、これは私の失態。事前にお前たちを見ていれば防げた。傲慢な考えをするんじゃない。助けたい時に助けられるほど貴様は特別じゃない。現在こちらも他事務所とのチームアップを要請中だ。無茶だオールマイト、もう引退すべきだ。あなたの願う平和のためにも伝説のまま引退すべきだ。もうふかふかのベッドで安眠をとっていいんだ。象徴論はわかる、敬服しているけれど、なあ全然笑えてないじゃないか。未来など私が変えてやる。このままじゃ予知通りになるんだよ。それはダメなんだ。私はあなたのためになりたくてここにいるんだ。オールマイト、オールマイト。このまま行けばあなたはヴィランと対峙し、言い表せようもないほど凄惨な死を迎える。全て私の責任だ。二人を責めないでいただきたい。緑谷はリスクを背負い、その場で保護しようとし、ミリオは先を考え、より確実に保護できるよう動いた。今この場で一番悔しいのはこの二人です。私の予知性能ですが、発動してから1時間の間他人の生涯を記録したフィルムを見られると考えていただきたい。例えばその人物に近い将来、死、ただ無慈悲な死が待っていたらどうします。不確定要素の多い間は闇雲に見るべきじゃない。8歳会の構成員が先日近くのデパートにて女児向けの玩具を購入していました。ここにありますよ。なんだってめ。私も好きなんですよ、プリユアが。未来を変えられるかはわからん。しかし過去は変えられる。この下に隠し通路を開く仕掛けがある。この板敷きを決まった順番に押さえると開く。かすったか。強いな。戦闘用サポートアイテム、超質量員、約5キロの押印です。サラリーマンの風体。このアイテムはユーモアが効いているでしょう。しかしこれは読めなかった。まさか天下のヴィラン連合が1階のヤクザに組みするとはな。どうやらいいように使われてしまったようだな。だがこれで迷宮は終わった。ミリオ、もう大丈夫。すごいぞ、すごいぞミリオ。手数を封じつつ距離を詰め、地形変化をさせない。貴様はルミリオン定理戦を、よっぽどルミリオンが怖かったか。ミリオ、私の教えを
私を信じてくれて強くなったお前を誇りに思う。私とミリオンが求める最良の結末を。さあ、エリちゃんが助かり、ミリオたちも無事。未来よ、ミドリア、もうエリちゃんの保護は叶わない。見てしまった、私と貴様が殺される、チサキが逃げおおせる未来を。チサキが逃亡に成功し、ミドリアが命を落とす、それが私の見た変えようのない未来。私は見ていない。こんな未来を変えられるというのか。未来は私の見た未来とは違う未来。どういった理屈かはわからないが、こいつは私の願いを現実に起こしてみせた。お前は未来をねじ曲げた。オールマイト、私はあなたを恨んじゃいないよ。あなたに幸せになってほしかっただけだから。あなたが殺される未来を変えたくて、変える術を探ってきた。ずっとどうにもならなかった。だがミドリアが今日見せてくれた、思うにエネルギーなんじゃないかと思うんだ。疑念の入る余地のない強いビジョン、未来を望むエネルギー。未来は不確かで、あなたは考えを改めてくれた。私はそれで十分。ミリオ、辛い目に合わせてばかり。ミリオ、許しておくれ。ミリオ、お前は大丈夫。お前は誰より立派なヒーローになってる。この未来だけは変えてはいけないな。だから笑っていろ。笑おう。オールマイト、相沢先生引率のもと、ナイトアイのお葬式へ参列した。